及川久家のリーチ一発危ないな。麻雀ですね。すごいな。何がいいですか。何がいいですか。ちょっといい、あのジョーちゃんもぜひ天の声でいいのがあって。はい、はい、うん。全部面白いですね。そうですね。この間に考えるわけですもんね。ね、とりあえず全部喋っているんで。あ、さすが。すごい。さすが。見ましょう。はい、後で見ましょう。振り返れば誰もいないってやつ。嫌だ。なんか寂しいのやだ。ネガティブはやだよ。やだ。自虐ネタならいいけど、ネガティブはやだね。振り返れば、今までチヤホヤされてた。振り返ると誰もいないひどい。嫌だな。そうだね。ちょっとじゃあ、なんかこっから皆さんにいただいた中からあの後で考えさせていただきますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、では久家ちゃん、はい、早速、はい、最初のコーナーに参りましょう、はい、まず最初のコーナーは企画案募集。また結局ユーザーさん好みのコーナーなんですけども、やってほしいこととか復活してほしいコーナーとか、うん、皆さんにぜひねご意見をいただきたいなと思ってます。例えばなんか2人、まあ、一応お芝居をやってるので、うん、なんかこう寸劇的なのがいいとか、うん、なんかこうまあね、まあ、もちろんレイちゃんも女優さんでしたけども、まあ、まあ女優業としてやっている2人なので、なんか2人のコンビネーションとかそういうものを出せたらいいかなとは私は思うんですけど、皆さんでね、まあ、何かねこんなのどうみたいなのがあればご意見ください、はい、どんどんください。くげちゃんは何かやりたいこととかありますか。なんか私あのあれでしょう、うん、あの、うんうん、だいたいあの最初そのタイトルコールあるじゃないですか、うんうんうん、あれの、うん、なんか水着って、誰が水着、あ、私、ごめんねごめんね、及川さんじゃなくてごめんね、申し訳ない。くげちゃん水着着るの、あのよくあのグラビアさんが、うん、グラビアさんがあの、うん、よくね、あの CM 行く前とか、うん、こう、なんかなんとかって言うじゃないですか。そう、あのなんかあの、あのだから大好きみたいな、あ、そう木の影か、あの海から出てきたり、ザバッと そう出てきたり、うん、そういうのを毎回ここでやりたい。、ね、あの水のプール引いて、水のプールでそタイトルコールだけそれでやって、なおちゃんは自然に普通にそれに絡まないで始まった。だってそう別に映像で撮ればいいじゃん。いや、それで生がいいんです。毎回生で。毎回生で。もうなんでこの人いつもずぶ濡れでここ座ってんだろうって。出落ちじゃん。そう。そっから寒いんだよ。そう、途中から見た人、なんであの人ずっとガンっていうのわかんない。でも、あのドア玉っていうのは無料放送時間なので、うん、確かに水着っていうのは一ついいかもしれない。いいですよね、じゃあ露出でね、うん。なるほどね。はい、だそうです。はい。はい、ということで、じゃあ皆さんもどんどん他にもください。今はないよ、だっていいね、昭和だね。そう、昭和な感じなんで、ね、プール用意する、プール用意できるんですか。あの子供が遊んでるプール、大変でしょ。ちょっと浮かしてあります、あります、あ、すごいですね、ここ何でもありますね。ずらさん、さすがナース服とかもありますもんね。本当だね、うん、押すなよ、絶対に押すなよって言ってくれる。熱湯風呂って熱湯風呂じゃないです、熱湯風呂じゃないです。危ないよ、いいですね。逆にシュール、なるほどね。え、ユーザーと大喜利対決、あ、すごい。大喜利は得意ですか、久米さんは。あ、え、大喜利ってあれですよね。うん、なんかあそっからですか。うん、あれ SET さんってコメディの方々ですよね。そうです、あれですよね、あの、うん、座布団を引いてる人たちがいて、座布団、それはまあ、焦点、うん、ですね、はい、まあ、やってることは大喜利なんですけど、ね、まあまあ、そうですよね、はい、どんどんみんなボケてくっていうかね。そうですよね、なんかね、はい、お題に対して面白い回答を出すっていう、うん、あ、それいいですね。いや、大好きです。やりましょうやりましょう。やりましょう。結構ハードル上がってますけど、大丈夫ですか。テレビドラマの一部分を2人で再現。わあ、なるほどね。あの例えば今で言うと昼顔とかね。昼顔ね。いいですね。昼顔見て。ね、あ、皆さん見てるんだ、すごい。ねえ。昼顔ね。昼顔は、あの、
あれでしょ、高畑さんでしょ。高畑さんね、この間ミラクルがさ、高畑さんのものまねしてね、超うまかったね、面白かったね。ミラクル やってもらいたいね、今度ね、呼んでね。すごいですね、昼顔の高畑さんのものまねをしてたの。北村一輝さんのものまねとかね、まのまねとかね、そう、はい、あ、いいですね、あ、いいですね。